チンタオの戦い、チンタオの戦い、チンタオの戦い、バトルオブントー、1914年、大正3年10月31日から11月7日は、第一次世界大戦中の1914年、大正3年に、ドイツ帝国の東アジアの拠点チンタオを、日本、イギス連合軍が攻略した戦闘である。 日本の戦争で最初に航空機が投入された戦いであり、航空機同士の空中戦や都市への爆撃も実施され、飛行機に対抗する降射砲も運用された。また兵団や装備が充実しつつあった日本陸軍は、日露戦争までの犠牲を顧みない、不評突撃による肉弾戦ではなく、優秀で強力な火力を有する敵要塞に対しては、 それを上回る量と質の加工の破壊力と十分な弾薬の補給によって粉砕するというより近代的な戦法をようやく成功させることができた。しかし大量の装備の上陸や輸送路の確保に慎重を期し、三島半島上陸から鎮下を砲撃までに2ヶ月もの時間を要したものの砲撃後1週間で決着がついた戦いは国民に 弱いドイツ軍相手にダラダラと時間をかけたという誤った印象を与え、メディアなどからは、神尾の慎重作戦と揶揄されたが、結果的にこの戦いを短期間で決着に、持ち込めたのは補給路装備の十分な確保により、断続的な飽和攻撃を敵に与えることができたことによるものである。この戦争で日本は、満州大連市和フ間通信船の所有、運用権を譲り受けた。 1897年、明治30年、ドイツは、チンタオを含む甲州湾一帯を、当時の中国政府から、咀嚼、湾港のチンタオに要塞を建設、ドイツ東洋艦隊を配備した。1914年、大正3年の第一次世界大戦で日本はドイツに、戦線布告しチンタオの攻略に乗り出した。日本海軍は旧式艦を中心とした第二艦隊を、 展開して、チンタオを海上封鎖した。マクシミリアン・フォン・シュペイ中将指揮するドイツ東洋艦隊主力は、海上封鎖を予期して、海戦前にチンタオを立っており、ドイツ本国へ向かったが、フォークランド沖海戦で壊滅した。防護巡洋艦、エムデンは海戦直後にチンタオを脱出し、インド洋上で通称破壊を展開した。チンタオに残ったドイツ海軍艦艇は、 洋上行動能力の乏しい小型艦だけで、駆逐艦、太シコ、タークー、水雷艇、S90、砲艦、イルティス、ヤグアール、ティーガー、ルックスなどであった。他に旧式巡洋艦、コレモランがいたが、美貌を仮想巡洋艦の武装用に提供した上、自沈した。オーストリアの防護巡洋艦、カイゼリン・エリザベートも在泊中だったが、出撃を断念して、 武装のほとんどを要塞用に陸揚げした。水雷艇 S90 は10月18日0時、雷撃により、日本の防護巡洋艦、高地方を撃沈したが、翌日に自沈した。その他の同米国側艦艇も、自沈などで全滅した。1914年、大正3年9月1日、三島半島北側の流行に先発隊が上陸。 神尾三海中将指揮する第十八師団約二万九千名は9月11日に流行に上陸した。鎮太湖のある三島半島南側は、嫌いやドイツ軍艦艇により上陸に障害があることを念慮に入れ、あえて遠回りとなる安全な北岸に上陸した。9月27日より日本軍は流行から鎮太湖に向けて偵察を繰り返しつつゆっくりと前進を開始。 翌9月28日には、陳太夫し背後の生命線である、浮山と子さ山のドイツ軍前線に到達した。浮山と子さ山からは、陳太夫しが見下ろせてしまうため決死の反撃が予想されたが、あえなく陥落。日本軍は、強力な火砲を有するドイツ軍要塞を攻略するための行為陣地構築に取り掛か,かったが、折からの豪雨で陣地は流出し、 後期は一ヶ月に伸びてしまったもののようやく観光した。ここへ、ローザン湾から上陸させた、破壊力の大きな榴弾砲、カノン砲、三砲が続々と到着した。攻撃開始までの間、日露戦争での危機迫る突撃を知っている、日本内外の記者や、幹線部官、新聞を読んだ国民から、神尾には、なぜ部隊を突撃させないのか。 旅順後為戦の激戦を知っているせいで臆病風に吹かれたのかという疑問が多く寄せられた。ドイツの沈騰要塞攻略にあたり、日本陸軍は十分な方がないため白兵戦による出血を強いられた日露戦争の旅順後為戦と異なり、砲撃戦による敵の圧倒を作戦のようとした。日本軍は当初計画されていた第十八師団野戦重砲兵連隊一つ、 工場部隊弱冠という構成からヨーロッパでの第一次世界大戦の最新の戦況を見てより強力な工場法を多数追加さらに工兵独立大隊や鉄道連隊も追加していた10月31日神尾の新重作戦と揶揄されるほどに周到な準備の上で第18師団と第2艦隊は攻撃を開始したドイツ軍兵力は 約4300名であった。最新鋭の移動容易な工場砲45式 24cm 榴弾砲を、はじめ、38式 15cm 榴弾砲、38式 10cm カノン砲など、重火器による砲撃により、ドイツ軍要塞は無力化された。ドイツ軍将校は、戦後、世の砲台は、陸軍の砲撃により、ほとんど破壊されてしまった。と簡単したほどだった。 10月31日夜半には第一攻撃陣地が陥落。明治天皇誕生日の11月3日には第二攻撃陣地が陥落。鎮騰要塞の前面には堀井が南北に並び、その背後の山々には砲台が作られ、特にそれらの砲台軍の後方のモルトケ山とビスマルク、山に最も強力な砲台があったが、初日から日本軍の砲弾を浴びせられ、 11月1日午後には、ビスマルク三砲台はほぼ戦闘力を喪失し、11月5日には、全弾を撃ち尽くして、砲台を爆破して退せよとの命令で、ビスマルク三砲台の兵は退却した。11月6日、陳太を要塞総督バルデック海軍大佐は、タウベ偵察機に秘密文書の輸送を託し、タウベと二人の飛行士を出発させた。タウベは、脱出に成功し、 チンタオ要塞には二度と戻らなかった。11月7日午前6時30分、ドイツ軍は白旗を掲げ、午前9時20分に、ドイツ側軍士のルードビヒザアクセル大佐と、カイゼル少佐が、日本側軍士のカシー・公平少佐に幸福状を届ける。11月7日午後7時50分に、両軍はチンタオ上場を規約書に調印し、チンタオ要塞は陥落した。戦後の、 陸軍技術審査部所属の遺跡の助、砲兵中佐による砲撃効果調査では密集して着弾させた砲弾によっても、分厚いコンクリートの沿兵を破壊するのは難しかったものの、大砲や機関銃座はほぼ戦闘能力を失っていた。捕類も場所によっては原型をとどめないまでに破壊されたところもあった。陳騰要塞攻撃で、 工場砲兵の発射した、装鉄量は1601.236トン、砲弾数43,019発で、旅順高位戦の砲弾数21511発、装鉄量4,000トンに比べると、砲弾数では少なかったものの、大口系弾が多かったために装鉄量では4割にも達していい。人稿の数日で、旅順の6ヶ月分の4割もの鉄を打ち込んだ、計算になる。 砲台の前に不評を突撃させて、多数の犠牲を出して長引いた旅順行為戦とは異なり、人道では不評が突撃する前に砲撃で決着がついており、陥落も早かった。第一次世界大戦に参戦した各国軍隊がそうであったように、日本軍は初めて飛行機を戦闘に投入した。陸軍は有川公平中佐のもとにも、式2型4機、 ニューポール NG2 型単用1機、気球1、人員348名を集めて、臨時航空隊を編成した。海軍は、日本海軍初の水上機母艦にあたる若宮を運用して、モーリス・ファルマン式以下も、式服用水上機を投入した。若宮の搭載も式は大型1機と、小型1機を常備し、小型2機は分解格納された。海軍航空隊、 指揮官、山崎太郎中佐は9月5日に初出撃を行った。一方のドイツ軍はルンプラー・タウベを偵察任務に投入した。パイロットはフランツを捨てる飛行家とギュンター・プルショー、中尉である。ジンタウのタウベは1機のみであったが、スケッチによる日本軍陣地観察でドイツ軍30センチメートル、要塞砲に射撃目標を提示し、日本軍を悩ませた。 日本軍は田植えが飛来するたびに隠れなければならなかった。日本軍はドイツ軍偵察機の排除に乗り出したが9月30日に若宮が植来して日本に帰投し海軍航空隊は砂浜からの出撃を余儀なくされるなど完全に水を刺された。10月13日田植えを発見した日本軍は陸軍からニューポール NG とも揮、海軍からは 模式2機が発進し、空中戦を挑んだ。田植えの機動性は、日本軍の模式を圧倒的に上回っていたが、包囲されかけたため、2時間の空中戦の末に撤退した。これが、日本軍初の空中戦となる。10月22日にも、ニューポール NG とも、式がタ植えを追跡したが、翻堂されて終わった。日本軍は急遽、 民間からニューポール機とルンプラータウベを一機ずつ徴用してチンタオに送ったが運用が始まる前に停戦を迎えた。11月8日にバルデック総督は日本軍の便宜を受けて甲州湾チンタオ守備軍の降伏を本国に報告する。これに対してドイツ皇帝よりバルデック総督に一級鉄十字勲章を授与したほか守備軍の前線を課する見事の折を発した。 陳太を入場時、ドイツ兵は、日本兵には生態したが、イギリス兵には背中を見せたという。多くのドイツ軍捕虜、日独戦ドイツ兵捕虜は、日本各地に設けられた12カ所の捕虜収容所に移送され、後整理統合により、最終的に6カ所の収容所で1919 19年、大正8年ベルサイユ条約締結、発行まで長期にわたって収容された。 トラブルも生じたが、徳島県の坂東不良収容所をはじめとした複数の収容所では、地元住民との交流があり、ドイツパン、ドイツ菓子、楽器演奏、鉄棒体操等が広められ、日本に残留する不良も現れた。大戦終結後の1920年、大正9年11月1日に、陳太郎要塞攻略の功によって、上尾三臣大将に、 高一級禁止勲章が授与される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。